A ちゃんのことなのか。 A ちゃんね、やっぱ触れると悲しい気持ちになる人もいるかなと思ってあんまり触れないでいたけど、減る、去っていくっていうのは寂しいもんだけど、でも笑顔でね行ってきますって言ってたから、前向きにね応援したいね。ずっといるものだと思ってたからね。そう、マネちゃんもそうだったけど、でもやっぱりまあその人の人生だし、なんか自分が責任取ってあげることも難しい、できないし、無責任なことも言えないしね。だからそう決めたんだったら、自分のためにそう決めたんだったら、なんかより幸せ、自分が生きたい人生を生きれるように応援してあげたいなと思うね。道を自分で選んだのなら。でもまたしれっと会いに来てほしいなと思いますな。生きてる限りは会えるからね。そう、だからいつか会える時までこっちはこっちで頑張ってかっこいいところを見せたいよね。ね。まあ、会いに来てくれた時に心配させるんじゃなくて、なんか、あ、ホロライブまだ賑わってるなって、ホロライブやっぱ素敵なとこだなって、いいとこだったんだなって思ってもらえるように頑張っていきたいね。武道館ライブ見せちゃろうぜ。ね。A ちゃんはためいっぱい褒めてくれたし、あの雑なモノマネもね雑なモノマネもあの見られてたしね。あとなんか声優さんのレッスン受けたい人はあの受けられますよっていうのが昔あって、そうそう、でそれにわためも参加してたんだけど、現場っていうかスタジオっていうかに行って、なんか直に先生に教えてもらうタイミングもあって、行った日が、あ、わためしかいなくて。だからその時にね、A ちゃんと、あとスタジオ班の女の子が一緒にね、授業受けてくれたんだよなんか不思議な感覚だったね。わためと A ちゃんとスタジオ班の女子が受けるっていうで、なんか面白い空間だった。今日わためさん一人なんですよ、えー、って一緒にやります、ね、優しいね。ちょっと一緒にレッスンしてるのがなんか不思議だったよ、ね、いろんな思い出があるね。ナレーションとかやってる先生でやっぱ実践で声出したりするんだけど、すごい不思議な感じだった不思議な。 A ちゃんもやって、スタッフさんもやって、めっちゃレアな体験だ。